んな場合はこうした方がいい、あんな場合はこうした方がいいって頭の中がぐちゃぐちゃになっちゃうよと思う方いるかもしれないんだけれども、もう簡単。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。はい、今日はね、皆さんも大好き、私も大好きな紺のコーディネート、そしてそれに対しての足元のバランスということをお話ししていきたいと思います。はい、今日も京都で、ギラギラの派手な私で登場いたしましたが、でもやっぱり一番好きなのはね、着てて落ち着くのは困難です。どうしてもね、やはり仕事をビジネスをしている上で誠実、それから冷静、知的、真面目、そういうようなね、やはり色彩心理を持っているっていうところも私にとってはすごく強い味方。初めてお目にかかったりするビジネスシーンの方のところにお邪魔をするという時に、中には必ず紺のスーツだったり紺のジャケットだったり、どこかにやはり紺のものを入れるっていうところが私の心情です。しかもそれに紺とプラス白というところを合わせることによって、清潔感と誠実さ、冷静、知的というところをミックスして披露するというのが、はい、私のビジネスのやり方だったりとかしております。はい、ここにずらっと並べております。こちら、はい、私のもともと持っているこれはアルマーニですねのパンツ、それからこちらはプラス J のパンツですね。ベージュ、ネイビー、グレーっていうのがね、なかなか難しいんですよ。青み、黄み、赤みっていうものもあるんだよっていう話を今までしてきました。パッと見ていただいてもお分かりかと思います。このねスカートなんかはかなり赤みのある紺ですよね。はい、こちらはもうおなじみのね JW アンダーソンのベルテッドワンピースだったりもします。はい、こちらはちょっと黄みがかってるネイビーですよね。同じくね、黄みがかってるネイビーといえば同じ JW アンダーソンのコラボのワンピース、はい、シャツワンピースですね。こちらも黄みに寄っているネイビーでございますが、いろいろありますよね。こちらは割と濃紺に近いものでございます。はい、というわけでネイビーのコーディネート、そして足元のバランスについて、じゃん。はい、最近私が気に入っているアトリエエムズさんのスカートなんですけれども、ラップ式のねスカートなの。丈がね、まあ私が履くとちょうど足首が見えるぐらいの長さだけど、割とまあ品番が NS028 でフリーサイズでしょ。これ色がネイビーで04が 78%、 麻が 22%、 清涼感のあるような素材なんです。で、何がこれいいって、いや紺の話だろうって、何がこれいいってね、痩せ見えの三大原則の話って前にしてるんだけれど、ハイウエストなものを選ぶ。トップスでもボトムスでもいいので、裾、スカートの裾だったりとか、トップスの裾にちょっと変形のデザインがあるものの方がいいの。それから3つ目、ちょっと細く見えるために透け感のあるものを選ぶ。これがね、夏の三大痩せ見え法則みたいなことをお話ししてるんですよ。まさしく、ね、言えるのがこのハイウエスト。でもちろんね、下げて履くことも多少できると思うんだけれども、ね、ちゃんとオンウエストの方が私は素敵だと思います。でね、このくらいの丈のものって割と何でも靴選ばないんですよね。このようにハイヒールを履くっていうのももちろんいいし、あとはこういうね、はい、バレーシューズ系のものを履いてちょっと小粋なパリジェンヌ風な感じでカジュアルダウンすることもできるわけ。このスカート、この裾がね、ぴったりとこのように丈が一緒になってるっていうんではなくて、少しね、上がね、シュッて上がってるの。これがね、私がずっと長いこと習ってた、もう今亡きお茶の先生、私は表千家だったんですけど、表千家の私の師匠が、カオルちゃん、着物を着るときはおはしょりをちょっと上げるのよっていうようなことを散々おっしゃってて、私も着物を最近着てませんけど、着るときはちょっとでもね、裾をねキュッと上げる方がね粋なのよっていうふうに言われたのを今でも守っています。はい、というわけで、そんなね懐かしい思い出がよぎるような、そんな感じのスカートです。で、これはね、赤みがあるってさっき言いましたよね。そうそう、これだけでパッと見てうーんって思うんだけど、こうやって見てご覧いただくとね、ほら、赤
みがある感じなの。これアルマーニのパンツなんだけど、ここにあるアルマーニはちょっと黄身系で、こちらは青み、本当にネイビー、黒に近い方、少しだけこのツヤ感が赤みを感じさせるけれど、基本的にダークネイビーというか濃紺になります。というわけで、こういう感じのスカートっていうのはハイヒールも合うし、バレーシューズだったりっていうものも合います。ただしね、ちょっとこれ履いてみるね。こういう感じの悪くはないんだけど、あんまり足が見えない方がこれは素敵だったりするの。だからこういう風にね、かかとが見えるようなタイプっていうものはロングのパンツと合わせるっていう方が私はおすすめしたいと思います。はい、あ、このスカート7800円ですって。じゃん。はい、プラス J のパンツとハイヒールを合わせてみました。プラス J のパンツってね、すごくほら美脚パンツって話をしてるじゃない。で、これくらいね、シュッとした細い感じのペンシルタイプのパンツにはなるべくこういうハイヒールの方が素敵だと思うの。なんでかっていうと、メンズライクな私がよく履いているシューレースタイプのものもいいんだけれども、あとはこういうようなね、バレーシューズっていうのもいいんだけれど、やっぱりこういう体のライン、足のラインが出やすいものに関してはハイヒールを履く方がよりお尻のラインとかもキュッと上がった感じに見えるので、スタイルアップして見えやすいの。夏場って腕を出してたりとかするじゃない。そういう場合、ヒップもキュッと上がって、特にパンツがねマニッシュだからこそ、ちょっと女っぽい感じの足元の方が素敵に見えるし、スタイルアップして見えるわけで、今日これ着てるね、この上のカーディガンは UV カットのカーディガンでございます。はい、多分今ね、感謝祭なんかでね、かなり安くなってると思うんですけれども、夏のものが安くなってる場合と、秋冬のものが安くなってる場合とね、たまに秋冬のものが混ざってたりとか、夏物が混ざってたりとか、いろいろするので、結構宝探しっぽいんだけど、ユニクロさんってね、可愛い色が見つかるといいですね。 UV カットカーディガンもたくさん出てるはず。じゃん。はい、今度はね、これアルマーニのパンツなんだけれども、ちょっと全体的に腰履きの感じで、裾はそんなにねワイドではないんだけれども、はい、ヒールを履くよりもこれはね、ぺったんこの靴の方が合いやすいタイプなの。履いてみましょう。はい、こういう感じでバレーシューズを履くの悪くはないんだけれども、一番こういうパンツでおすすめするのが、トップスが白いシャツ、 T シャツっていうこともあるんだけれども、このようにね、スニーカーなんかの方が割と合いやすいの。なんでかっていうと、このちょっと見えるね、足首のところっていうのもいいし、できたらこういうタイプこそレースアップシューズなんかの方がよりいいのかな。マニッシュな感じだし、裾がこのようにダブルに、ね、折られてるような感じになってるので、カジュアルなタイプなんですよ。こういうね、シングルって言って全く折ってないものっていうのはメンズでもそうなんだけれども、割とドレッシーに着るって、こういうね、ダブルに折ってあるものっていうのはカジュアルに着るっていうパンツのタイプなの。なので多分しっくりくるはずなの、こういうスニーカータイプ。じゃん。はい、今度はね、前にもご紹介したアトリエ N ズさんのこのワイドパンツ NS044 だったかな。前回はね、確かスニーカーでご紹介したはずなんだけれども、このようにね、かかとが出ているような、こういうようなものでももちろん素敵なの。なんでかっていうと、このワイドパンツだからこそ、ね、逆にこう抜け感がある方が様になるというか、おしゃれっぽく見えたりとかするわけ。もちろんスニーカーでもいいのよ。ただこういうタイプのパンプスだとちょっとこうフルっぽい感じになるって話もしたし、余計にこの裾がね、広がって見えるところが短いような雰囲気だったりとかもするっていう話をしてるはずなの。あとはバレーシューズなんかも悪くはないんだけれども、ちょっとかかとに抜け感があるのとないのと、じゃあどう？大違いだと思いません？こちらとこの方がちょっと大人っぽい、大人なおしゃれ、夏のおしゃれって感じがすると思うの。足の見え方、これもほらダブルじゃない？裾が折れてるかどうか、それからパンツのラインが細いかどうか、それからスカートの長さっていうのも、自分の足の個性っていうものも分かった上で、どの長さが一番綺麗なのかっていうことも結構重要だったりするわけ。先ほどのこのスカートぐらいの長さがあるものに関しては、基本的には靴を選ばないし、それからハイヒールを履いたとしても、それはそれで大人っぽく女っぽく
できるし、はたまたね、こういうパリジェンヌ風というようにカジュアルダウンして履いていただくことは可能も。だけれども、かかとが出るような靴でこういうスカートを履いてしまうと、ちょっとだけね、上品さに欠けてしまうようなところがあるので、スカートの場合はヒールだったりとか、かかとまでちゃんと隠れているものの方をおすすめしたいと思います。というわけで、いかがでしたでしょうか。こんな場合はこうした方がいい、あんな場合はこうした方がいいって、頭の中が気持ち悪くなっちゃうよと思う方いるかもしれないんだけれども、もう簡単、足が見えるものに関しては、かかとがちゃんとカバーされているもの、もしくは長めのスカートであれば、サンダルはなるべく履かない方がいい。ヒールのサンダルを履く場合は短めのものがいいし、長めのスカートを履く場合は、ハイヒールでもかかとまでちゃんとついているもの、もしくはぺったんこのバレーシューズなんかをおすすめします。そしてこういうねワイドパンツなんかに関してはスニーカーだったりとか、こういう足が見えてるもの、それから割と細いものに関してはちょっとドレッシーに着る、それからパンツの裾の折り返し、シングルなのかダブルなのか、先ほどもご覧いただいたダブルだからこそ、腰履きだからこそカジュアルダウンして履けるようなスニーカーに合わせるっていうことも素敵だと思います。はい、今日の私のコーデなんですけれども、GU のタンク T シャツ、そしてホイル焼きといって何度も久しいラルフローレンのケーブル編みのニットを背中にマッキーしました。はい、マキオさんです。そしてね、ボトムスもホイル焼きコーデのボトムスで、ラルフローレンブラックレーベルですね。そしてこの靴はお見せしたことなかったかな、もうかれこれ3年ぐらい前に購入しているものなんですけれども、これはクロエのブーツです。はい、かなりロックな感じなんですけれども、割とねこのパンツに合わせるというよりも、私はホワイトデニムに合わせたりすることが多いかな。はい、というわけで今日の私のコーデでした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。はい、試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。どうぞチャンネル登録ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけるとすっごく嬉しいです。それではまた次のコーディネートでお会いしましょう。バイバイ。